ハルステンボス行き後ろ4両緑9号佐世保行きです。ご乗車の際は列車とホームとの間が広く空いているところがあります。こんにちは。ここは長崎本線の鳥栖駅ですが、本日は佐賀バルーンフェスタの開催日で、私もそれを見物に行くことになっています。普通車の混雑を見越してグリーン車の切符を買っておきました。で、これは確かに自由席は相当混雑していたので指定席を取ったのは正解でしたが、まあ、別にグリーン車を取るほどに混んでいるわけでもありませんでした。バルーン佐賀駅は先ほど言いましたかね、1年間で数日しか営業しない臨時駅で、私が利用するのも初めてです。グリーン車は後ろの方に2人乗っていましたが、このぐらいの声であれば、まあ、迷惑もかからないでしょうかね。車掌さんも検察に来てくれました。次の停車駅は佐賀です。で、列車はその予定の駅を予定時刻よりも早く出発するということは当然できない。そんなことしたらね、後から来たお客さんがなんであの列車予定時刻よりも早く出てるんだといったクレームになりますので、走発というのをやらかすと問題なんですが、本日バルーン佐賀駅に臨時停車をするこのハウステンボス緑号はどういう運転をするんですかね。あそこに、ね、時刻表が刺さってるんですけれども、私の降りるバルーン佐賀駅の次、肥前山口駅では、列車は、予定のいつも通りの時刻で運行することになっています。しかしあそこにバルーン佐賀駅の途中の停車時刻なども書いてあるんですが、バルーン佐賀駅では45秒ほど停車時間があるようで、そうすると列車はいつもよりちょっと早めに佐賀駅を早く走って、そこからも高速で走って、そして余裕をなんとか作りながらバルーン佐賀駅に止まらないと、そこから先遅れが発生することになります。だから多分次の佐賀から先は列車は結構急ぎ足で走るんじゃないかと思うんですが、どうでしょう。このハイパーサロンは JR で走っている在来線特急の中で最も古い130キロ対応の電車で、そして今130キロトップスピードで走っています。佐賀の次はどこに泊まるって言うんだろうな。佐賀の次はバルーン佐賀に泊まりますって言うんでしょうか。嘘じゃないか。ご乗車ありがとうございます。まもなく佐賀に着きます。降り口は左側です。2番乗り場に着きます。開くなど足元にご注意ください。佐賀より乗り換えのご案内です。車内にお忘れ物、落とし物をなさいませんよう、お手回り品を今一度ご確認ください。佐賀を出ますと、次はバルーン佐賀に止まります。本日バルーン佐賀駅、臨時停車をいたします。どうやってね、この列車を遅らせずに運行するのかなっていうのは、まあ、ちょっと気になっていたんですけれども、まあ、しかし、もうすでに佐賀駅を出発していた時点で、もともとこの列車は遅延をしていたのでした。まあ、わずか2分の遅延ですが、そして、まあ、大体そういう場合ね、遅延って運転手さんが腕が下手だから遅延してるとかじゃなくて、路線全体でどこかが詰まっていて急ごうにも急げないという場合が多いので、だからまあどの道この列車はさっきからトップスピードの運行をしているというのは、その元々あった遅れを回復するためのようです。だから定時運行のためにどんなことをやるのかなっていうのは気になっていたけれど、まあ、特にただもう走れるだけの高速で走る以上のことはしなさそうですね。佐賀の貨物ターミナルを通過。こちらが佐賀駅の一つお隣の鍋島駅ですが、次の駅が臨時の停車駅バルーン佐賀です。
と足元にご注意ください。列車降りの際には車内にお忘れ物や落とし物をなさいませんよう、お手回り品を今一度ご確認ください。座席前のミニポケットをご利用のお客様は切符の取り忘れにご注意ください。まもなくバルーン佐賀に着きます。バルーン佐賀を出ますと次は肥前山口に停まります。ちゃんと JR のね、運行システムの方では停車駅が接近しますみたいなことを言ってるから、あ、臨時の徐行信号機も設置してある。50キロでの徐行を受けて走るようですけど、ちゃんと安全対策はバッチリ取られてるようですね。ちょ、降りないとな、この列車遅れてるから。停止位置の確認にも随分時間がかかってますね。なかなかドアが開きません。ちょうど反対側には臨時の快速列車バルーンフェスタ号が来ました。結構いろんなのが来てですね、これもここから唐津線に入る普通列車ですが、こういうやつも全部止まります。特急は時間によって止まらない便もあるようですが、というか結構の便が通過しますが、普通列車はこの区間通るものは全部止めるようですね。お祭りの時間に便利のいい特急列車のみ止めるということですが、まあ、上り特急などはね、あまりそっちから来る需要もないということで、基本的に通過となっているようです。ホームというかね、改札口のすぐ脇にこんな橋があって、なかなか変わっています。スピード自慢の特急列車ですが、徐行信号機に従って50キロでの減速走行しています。各乗り場の端っこにですね、こんな感じのボックスが設けられていて、まあ、そこに一人駅員さんが入って、ホームに向けた放送を担当されるようです。でそれから各ホーム上にも列車の安全確認のために、スーツを着た方がですね、まあ、JR 九州の現業の方じゃないのかな、どうなんでしょうか。安全確認をされる方がですね、旗を持って立っておられます。こういった臨時駅というのは他にもね、この間、JR 北海道のラベンダー畑駅を紹介しましたが、あれは毎年片付け、そして毎年設置しているということでしたけれど、こちらは常設になっています。このような立派な、こんな臨時駅なかなかないですけど、それはまあ確かに毎年解体するのも大変ですね。ところが昔はね、これ解体したりしていたそうですよ。あ、通るよ、ほら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 、これ駅が営業しているときはお客さんの安全のために特急列車は原則での走行をするんですが、そうではなくて普通に駅を設置するときはですね、もともとここを毎年設置していたというときには、特急列車は別に原則運転したりしませんので、設置する JR の社員さんがそれぞれ注意をするということになります。さっきね、ここにいた JR の方に教えていただいたんですけど、十何年間前に本腰を入れてこのしっかりした設備を作って、それからね、ずっとこのような状況ってことなんですが、まあおそらく多分そういう恒久的にこのバルーン佐賀駅を設置するということになったから、この臨時駅にしてはやたら豪華な作りになってるんでしょうね。JR の方は朝の5時からここでお仕事だということでした。そりゃそうですよね。朝早い時間が、まあ、見物のイベントですから、まあ、もしくは午後か。バルーン佐賀のピークはその2つらしいんですけども、朝は寒く、お昼は暑く、大変な気候です。増発用の列車も九州の至る所からかき集めてきて、何年か前はね、大分から持ってきた車両もあったそうですけれど、そのおかげでホームはそんなに混乱することもなく、お客さんが猛烈にたまることもなく、かなり平穏な様子です。あ、こんな立派な駅名表もあるか。さて、今度また10分ほど遅れて通過列車がやってきました。ゆっくりだ。こんなにゆっくり通過するのは初めて見た。ハイパーサロンはね、結構高速で通過するっていうイメージですし、まあ、線区どこも線形がいいわけですけど、
それに続いて唐津線の気配125普通列車も来ましたが、これの後ろにねアニメラッピングの車両かなんかがついてるらしいんですけど、あこれだ、そうそうそう、まあ、このアニメ自体は知らないんですが、これがねなんか今日でこのラッピング終わりらしいんですよ。でバルーン佐賀駅は今年は今日から営業なんですけども、まあ、あの列車がここに止まる風景は今日しか見られないのだそうです。改札口を出るとねすぐにこんな光景ですよ。いや初めて見ましたけど、こういう景色もあるから、あそこだけこうガバッと開いてね、この間に入って写真を撮るのも面白そうです。ここで気球を見た後、次の目的地は佐世保なんで、佐世保までの乗車券も買っておいたんですが、バルーン駅ポスト発行、これ珍しいですね。バルーン佐賀駅っていうのかなと思ったら、バルーン駅だそうですが、現金の、支払いでしか、まあ、受け渡しはできませんでした。ポス端末っていうのは基本的にそうなんですけども、こういう感じのね土手の前にあります切符売り場、多分指定席もここで買えるんじゃないのかなと思うんですけど、中をねちょっと見えたんですけども、大量のバルーン佐賀間の普通乗車券がもうすでに発行されていまして、もうお客さんの求めに応じて切符を作るのではなく、多分佐賀までという注文が非常に多いんでしょうね。もうあらかじめこちら側で、切符を大量に用意しておいて、あとは紙を渡すだけという状態にしているようです。バルーン佐賀駅、ウェルカムバルーン佐賀。バルーンフェスタ開催に際して運行される増発列車は基本的に佐賀駅と肥前山口駅の間をピストン往復しているようです。だからさっき言ったやつがまたすぐ戻ってきましたが、外から見るとこんな風に、ね、柵がぐさぐさありますけど、まあ、しかしいつもとは全く異なったところに列車が停車しているということはよくわかります。来た来た、年に一度のお祭り、佐賀県で最もお客さんを集める分かりやすいお祭りだということです。まあ、確かに私も前からずっと来てみたいと思ってましたしね。この動画はここで終わり、そしてこの先佐賀バルーンフェスタ私も実際に見てみようと思っておりますが、この辺りはもともと気流が大変よく、また広々としていて、田んぼがですね、稲刈りを終えた後全部空き地になりますので、その土地なんかを使って熱気球の、離陸着陸というのかな、そういうのが大変しやすい場所になっているということでして、別に、ね、今回のバルーンフェスタと関係なくても練習で気球を上げているという風景がしばしば見られます。早朝の長崎本線の列車に乗ったりとか、あとはね夜行列車が前に臨時運行された時に、それで朝ここを走ってたら熱気球を上げてるのがありましたけどね、多分朝の早い時間の方が条件が風が少なかったりとか、あと気温の関係で上昇気流が発生しやすかったりするのかな、あんまりよくわかんないですけど、条件がいいみたいでして、気球が上がる姿はよく見られますが、まあ、長崎本線で佐賀駅を過ぎてその時が、秋から冬にかけての、天気の良い日であったならば、まあ、皆さんも車窓にご注目、多分1機ぐらいはねすごい高いところに上がってるか割と低いところかわかりませんが、熱気球の姿を見ることもできるでしょう。じゃあぜひですねバルーンフェスタの動画旅行チャンネルの方に出しますのでお楽しみいただければ幸いです。よろしくお願いします。そういうことですね。まあ風に乗ってくるんでしょうから、うん、だと思うんですけどね。あ、しぼみましたね、さっきのやつも。はい、あっという間でしたね。俺のあれ見た。お父さんの絶対よりお父さんが一番最初にね、はい、飛んでたから。そうですね、ここからね、立ち上がって飛んでいった気球がお父さんだったんですね。そう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 、すごいな、面白いですね。なんかエアコンですね、よかれ。これ遊びはもう、いろんな、うん、なんか語れるのも面白いでしょうし、酒を飲みの、あ、組み交わしながら、それもなんか、というか、じりじりとここに寄ってこようとしています。それにしてもターゲットを目の前で見てすごかったですよね。実はこの、今日ビワフライインなので、ここにターゲットが設定されていますが、普段ここから飛び上がっていく競技は外であれをやっているんです。外でターゲットが設定されている競技ですと、まあ、例えばジャッジでクリアのゴールですと、あれを目指してここから外に飛んでいく競技だったりするんですね。で、風の向きによってその日の朝に競技はあるかないか、そしてどんな競技